翔平の今季30号、150.3 メートル弾が2023年 MLB 最長不投アーチに認定。大谷翔平の今季30号は自己記録を更新する一打となった。MLB2023 年シーズンの最長飛距離ホームランがエンゼルス大谷翔平投手の今季30号であったことが分かった。MLB 公式サイトのデイビッド・アドラー記者が、スタッドキャストの各部門で今季メジャートップの数字を記録した選手を紹介する特集記事を公開した。記事によると、今季の最長飛距離本塁打はエンゼルス大谷が日本時間7月1日のダイヤモンドバックス戦で右翼スタンドにぶち込んだ30号で、その飛距離は493フィート約 150.3 メートル。大谷自身のそれまでの最長アーチは470フィートだったが、大幅に自己記録を塗り替える豪快な一発となった。大谷に次ぐ2位はヤンキースのジャンカルロ・スタントン外野手の485フィート約 147.8 メートルとなっている。なお、スタッドキャストが導入された2015年以降490フィート以上の本塁打を放った選手は、大谷を含めて15人括弧4人が日本記録だけで、大谷の今季記録は歴代13位タイに相当。歴代1位は野間マザラ外野手がレンジャーズ時代の19年にマークした505フィート約 153.9 メートルとなっている。最長不倒アーチか不倒はてな。すげえ、さすがハンク・アーロン賞受賞者。スキージャンプだから最長不倒距離なんで他の競技で使うのはアホ勉強しろよ。スポーツ記者は大谷の成績で数字遊びするの好きだな。飛距離判明してああいうキディングって言ってたな。向こうの実況、左ピッチャーの入ってくる変化球 WBC オーストラリア戦の一発と同じ感じだよな。日本人があのメジャーで一番飛ばしたというのが誇らしい。まさかパワーの部分で日本人がトップになるとか想像すらできなかった。スピードや安打の技術とかでなら日本人でもいけるかもと思ったし、実際イチローがそれだけの成績を収めたからね。大谷はもうこちらの想像を超えた何か特別なすごい生き物だよあれは。トラウトが驚愕した表情が印象的だったな。トラウトが驚くってすごい。あの大谷の30号って飛びすぎてカメラが追えなかったやつだよな。大谷が打撃練習するときメジャーの選手たちもわらわら集まってくるからな。超人よ。井上と大谷はマジで規格外、たまにこういうスーパー日本人が出てくるから面白い。打球速度や飛距離がアメリカでは評価されるから他の選手も打者としても大谷をリスペクトしてるんだろうな。サムライ J の打撃練習、バンテリンを解析3連発もかなりのインパクトがあった。これってトラウトがあっけに取られてベンチを見たやつか？そう。トラウトが唖然としたホームラン。